戦略的第三隣国政策の一環で、8月2日から5日にかけ、カマラ・ハリス米国副大統領の商戦により、ロブサン・ナムスレ・オユゲエルデン首相はアメリカを公式訪問しました。首相は8月4日に、グーグル社のワシントン支社を訪問し、モンゴロは伝統的遊牧文化と先端技術の組み合わせにより、デジタル開発に注力していると強調し、 Google 社との協力の第一歩が教育分野のデジタル移行における製品やサービス、プログラムの導入支援からスタートしていることに謝意を表明しました。Google 社の政府関係公共政策担当のマーク・イサッコービッツ副社長は、モンゴルがはるか数年で国連の電子政府の総合評価指数で目覚ましい躍進を挙げたのは、 社会経済の改善に向け、技術開発に取り組んでいることを証明していると強調しました。会談の結果、情報技術分野の世界的リーダーである Google 社は、モンゴルの長期開発政策ビジョン2 0 5 0を支援し、同社の製品とサービスの導入を進める方針で合意しました。 Google 社は、まずモンゴルの教育分野で1万人の教師を対象にデジタルスキル向上の支援プログラムを実施し、それら教師が将来的に他の教師を訓練します。さらに、サイバーセキュリティ、データ分析、プロジェクト管理、電子取引、マーケティング、IT エンジニアリングの分野で Google キャリア証明書プログラムを実施し、 1000人のモンゴルの若者を養成することで合意しました。Google キャリア証明書は、若者のデジタル境会における知識とスキルアップはもとより、卒業後熟練した専門家としてのキャリア支援も行われるとしています。オユン・エルデン首相は、モンゴル政府と Google 社の協力が新たなイノベーションの波を生み出し、モンゴルの経済成長を促進し、 地域におけるテクノロジー分野のリーダー国となる土台構築の始まりであると信念を表明しました。